7月7日から10日までの4日間、国政市民会館で、いなべ市老人クラブ連合会が主催する趣味の作品展が開催されました。市内の68の老人クラブ、およそ1万人が加入し、地域でさまざまな活動を行っているいなべ市老人クラブ連合会。この趣味の作品展は、日頃から個人やサークル活動などで制作した作品を披露して交流と生きがい作りにつなげたいと毎年開かれているものです。会場には手芸や写真、書道、絵画など得意分野を生かし作り上げた力作211点が並びました。中には地域の祭りの賑やかな様子を布絵で表現したものや昭和30年代の家屋を表現した木工作品などもあり、ずらりと並んだ個性豊かな作品が訪れた人の目を楽しませていました。会員の一人は、自分の作品を見てもらえるだけでなく他の地区の会員の皆さんと知り合えるので毎年ここに来るのが楽しみですと話していました。この作品展では毎年三重県老人クラブ連合会主催の文化作品展へ出品する優秀作品およそ20点を選んでいますが、今年は初めて訪れた人の投票で決める方法になりました。これは一つ一つの作品を眺めてもらいたいとの思いからで、訪れた人は作品を見比べながらお気に入りの作品を選んでいました。高齢者が趣味を持ちながら元気に暮らせる地域づくりを目指すいなべ市老人クラブ連合会では、趣味の楽しさや喜びを感じてもらい自分も作品を出したいという人が増えてくれると嬉しいですと話していました。